ね。どういうこと？違う違う違う。そういう意味じゃなくて。まあでも、シモンさんみたいなね、感じの弟だったら、うん、まあ、なんか、ありかなって感じですね。なんで君にそんなこと言われるの？君、なんだ、僕、すいません、俺、シモンさんって、うん、お兄ちゃんより弟です。俺、カジ君にそう思われてたのか。7回目にして、やっと言えました。マジで？いつからそう思ってたの？2回目ぐらい。早え！早え！ 1 回目は、なんかちょっとやっぱ、お兄ちゃんだったけど、うん、2回目からはね、なんか、うん、なんだろう、ちょっと、しっかりした弟。そうか。今じゃ可愛い弟ですよ。俺、ゆたにそんな風に思われてたんだ。いや、ひろたんだって可愛いさ。そっか。弟か。じゃあ、兄弟でお送りしていくラジオ頑張りましょうよ。そうだね。兄弟でお送りしていくラジオ、おかしいな。まあ、いいか。いきなりですが、ゆうたんは一部のファンから王子と呼ばれているそうですね。私も王子と呼んでよろしいのでしょうか。やっぱりゆうたんの方がいいですかということなんですけど。なるほど、うん。いや、そう、みたいですね。どうなんですか、王子。もう呼んでるし。呼ばれてももちろん嬉しいんですけど、うん、でもなんかちょっといたたまれない。申し訳ない気持ちにもなりますよね。少し恥ずかしいよね。うん、もっと王子にふさわしい人はいるんじゃないかなと。なんかまあ、ありがたいっちゃありがたいですけど。ああ、なるほど、ね。そうかそうか、うん、いいな王子ってね。しもさんなんかないんですか。うんうん、俺普通に羊とか。おい、完全に飯つかない。なんすか。いや、俺かぼちゃとかねえよ。なんで俺、おい、ちょっと待って、なんか完全に人間じゃなくなったよね。おかしくね。大丈夫、馬車に変身するんだ。馬車に変身するとかじゃなくてさ、君さ、本当によ。おい、ちょっと待って、事務所とちょっと、おい、マネージャーも一緒に合わせてちょっと話し合いしようか。2階と3階なんで、すぐ話し合いできます。まあ別に呼び方は好きなように呼んでもらっても構わない、うん、もう皇帝って呼んでもらってもいいよ、エンペラーって呼んでもらっても。まあないですけどね。